アビロン会議は、紀元前323年のアレクサンドロス3世、死後間もなく開催された、大王の衣装たちによる領土分割を決定した会議である。アレクサンドロス3世が急逝した時、王妃、ロクサネは妊娠中であったが、誕生するこの性別が判明しないため、残された家臣の間では、王位継承順について意見が衝突した。ネアルコスは、大王と、 即室バルシネの子、ヘラクレスを押したが、彼は諸子だったため賛同者は現れなかった。続いて一人の兵士が、アレクサンドロスのイボニーアリダイオスの名を唱え、それを支持したメレアグロスと支持しないペルディッカスが対立した。ペルディッカスは、六三連の腹中の子が男子である、可能性に望みを託し出産を待ち、出生後に殺生を置くべきだと主張した。エウメネスの仲裁による、 妥協の産物として締結された協定で、アリダイオスが、ピリッポス三世として即位する代わりに、六サネの子が男子ならば、彼を、ピリッポスの共同統治者として大いにつけ、その摂政として、ペルディッカスが統治することとなった。摂政ペルディッカスは、大王の衣装たちとサトラップたちによる、大王医療の配分を主導した。なお、間もなく、 メレアグロスと約300人の彼の支持者の兵士はペルディッカスにより殺害された。バビロン会議の具体的な決定内容を記した。資料は複数存在するが内容に多少の差異が生じている。したがってここでは上記の5資料を比較してまとめる。インド付近インドバクトリアの諸国は原人のサトラップが当時を続投した。続投といえども やはり資料による違いは生じている。なお、クルティウスルフス資料やアリアノス資料には、この地域に関する具体的な記述は残存していない。上記の決定は、ペルディッカス史後の紀元前321年に、開催されたトリパラリソースの軍会において修正された、上で引き継がれた。ありがとうございます。